はい、皆さんこんにちは、ワナルギルフィジです。では今回はシンギレンの野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。逆襲のシャアシナリオにララを歴史介入ポイントを使って復活させて完全エンディングを見ていこうという企画になります。前回までにですね、地球寒冷化作戦としてアクシズを落とす作戦を実行中というところまで進めています。アクシズをめぐる攻防戦でね、第1波ロンドウェルの第1波を撃退、現在第2波が迫っているという状況で、引き続きですね、アクシズの核パルスエンジンを守ってアクシズを地球に落とす作戦を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。その前に戦略メニューのところでですね、今回完全エンディングを見ていくための条件の一つ、アムロを仲間にするというところなんですけども、これはですね、国際世論が90以上、支持を得ておく必要があるんですけども、現在ご覧のように最高値にしてあります。なのでこのままですね、アクシズを地球に落とす、まあ落とすんだけど地球関連化は十分には達成できなかったという条件を満たすことによって、アムロをですね、味方に引き入れていきたいというふうに思います。ここでアムロを味方にできれば完全エンディングにまた一歩近づけますからね。しっかり完全エンディングを見るために進めていきましょう。ではアクシズですね、ここにはロンドベルの第2波が来てますので、これを退けていきたいと思います。アクシズに向け飛来する熱源をキャッチ、核を含む巡航ミサイルのようです。どれが核だ、そんなに数はないはずだ。ここはしっかりと核搭載の巡航ミサイルを潰していきましょう。まずはナイチンゲール、まだマップ兵器パンネル撃てるだけの余力を残してますし、あとアルパージェルとかも導入してですね、ここを退けていきましょう。初期配置をパンネル使いは右下に設定しておくべきだったかもしれないですね。他の機体はですね、ここ敵の巡航ミサイル攻撃であっけなくやられてしまうので下がりましょう。サザビーとナイチンゲールとそしてアルパージールを使って、ここは確実に各搭載の巡航ミサイルを潰しておきます。他の面々は一度下がって敵の攻撃を食らわないようにね、注意してもらいたいと思います。核攻撃食らうと簡単にモビルスーツは確実に死にますし、まあ、戦艦とかね、巡洋艦も一撃死する可能性があるので、ちょっとそうならないようにね、気をつけましょう。ここはまずは確実に巡航ミサイルパンネル攻撃に移す。ここが3個巡航ミサイル撃墜できるので、まずここで一発パンネル使いましょう。でサザビーも次のターンに備えて近づけます。ジャムルフィン1個ここに置いとくか。敵に占領されると厄介ですからね。まあ、やられるのを覚悟の上で、この補給拠点を確保するためにジャムルフィン1機だけ前進させます。私、シャーズナブルは粛清する。まずは巡航ミサイル3機。これをバンデル攻撃で潰す。まあ、我々の動きなど全く気にすることなくガンガン進軍はしてきますよね。サザビーを使ってジェガン隊を攻撃しておきましょう。みんなよくはしゃぐ。よし、4機撃破。ちなみにですね、前回最後排入ガンダムのアムロを捕獲したと思うんですけども、アムロ自体は脱出していて、今回はですね、このリガ髄に乗ってます。アムロがリガ髄、
さあ巡航ミサイルだ、どうする。巡航ミサイル撃たれたくないからな、まあ、ここは確実に潰しておきますか。でアムロもねちょっと始末をつけなきゃいけないんですが、アムロはしょうがない、ここはガザシーで囲んじゃいましょう。まあ、やられキャラガザシーというところですけど、ここは確実に囲んで動けないようにしておきましょう。アムロがマップ兵器でファンデルを撃ってくるってことはもう今リガズに乗ってるので、まあ、ないので、ここでやられるリスクはないですね。じゃあサザビーのファンデルでまた一機、いやーどうする。いやーここは巡航ミサイルを潰しておきましょう。先に確実に大ダメージを受けたくないですからね。ジェガン12機を取り逃しますが、これは次のターンでアルパーシール、サザビ、ナイチンゲル使って潰していきます。信じる道を進んでいるのか、貴様らに邪魔はさせん。なんかで、ね、ようやくオリンピック開催に向けて、まあその準備段階というかね、第一フェーズというか、なんて観光客をね、段階的に受け入れていこうっていう話が出てるようなんですけど、もうそろそろ本当にやるんだったらね、そういう風にしていかないとオリンピックムードもねしぼんじゃいますからね。さあここは予定通りというか、まあ、ガザシーがやられるというところですね。ガザシーを今回2機失いますね、まあ、ガザシーは正直して消耗品なので、ここでは躊躇なく壁になってもらいましょう。アルパージールを使うのと、あとはサザビーでどうだろう。ここは巡航ミサイル潰しちゃいましょうか。そしたらまずここでジェガン12機と、あとまあアムロのリガ髄、まあ、ここでは落とせないと思いますけど、これらをマップ兵器で攻撃。ナイチンゲールのシャアはどうする。うーん、ブライトの攻撃は後回しにして先にこのジェガンを潰しましょう。でまた壁を作ります。敵にね、前に進めない、まあ本来の目的は巡航ミサイルを前に進めないことが目的だったんですけども、もう巡航ミサイルをね、このターンで全機落とせますね。で、前回のお話になりますけども、アークシズを地球に落とすものの、地球の寒冷化自体には失敗するっていう、まあ多少複雑なこの条件を満たすために、アークシズに取り付けているパクパルスエンジンはね、3個のうち1個だけ破壊させました、あえて。これによってアクシズは地球に落とせるんですが、寒冷化自体は不完全になるというね、完全エンジンと見るための条件を満たしていきます。みんなよくはしゃぐ、策はない、ただの丸毛だったな。これで巡航ミサイル各搭載のものは全て撃墜してます。だけど仕方がないの、アムロとララはここね触れ合ったとしても何のイベントもないんですよね。会話だけでもね、特殊収録会話みたいなのがあったりすると盛り上がったかもしれないですね。ガザシーをまとめて潰しに来てるマーブロが。報告します、ラーカイラムの発射したミサイル撃墜に成功しました。全てのブライト核ミサイルを撃墜してありますね。ではアムロをちょっといたぶりにかかりますか。重要なのは完全エンディングを見るための条件をね、全て満たしていくということなので、まあ、確実にそれを実行に移していくために
必要な駒としてガザシーは残しておきたいので、一旦ここはガザシーを守る、あんまり消耗させないっていうね、そういうところでいきましょう。ララーのアルパは、じゃあここでアムロを攻撃しますか。シャアのナイチンゲル、イリアのサザリーは一旦回復して、次のターンでここにいるラーカイラム、ブライトを攻撃していきましょう。ニュータイプは殺し合いの道具。ここは一年戦争以来アムロとララーが戦うっていうね、そういう場面です。まあ、それぞれ乗ってるモビルスーツなので、ファーストガンダムからリガジル、エルメスからアルパジルに変わっています。これでアミロのリガジーを撃墜。私は私を救ってくれた人のために戦っているの。負けるわけにはいかないのよ。はい、ブライトのラーカイラムは前には出てこなそうですね。これで、では出撃させます。アルパの方は回復させましょう。これで主要なモビルスーツを失うことなく、敵を退けることには成功したかな。順調ですね。報告します。核を積載したムサカ級がアクシズに入りました。よし、核爆弾は地球に衝突する直前に爆発するようにセット。クルーは収容しろ。はい。アクシズ、最終加速を開始します。加速終了前に核パルスエンジンを破壊されないよう注意してください。核パルスエンジンが全部破壊されると死日エンドになってしまうので、核パルスエンジンも先ほど話した通り3つあるうち1つ、まあ、ないし2つまでというところですね。核積載艦のクリュー収容とアクシズへの係留が完了しました。地球寒冷化達成にはこの間の核が不可欠です。撃破されないようにご注意ください。はい、ムサカが到着しています。核を搭載したムサカですね、ここに配置されていますね。で、まあ、このムサカの取り扱いなんですけども、核パルスエンジンを3つあるうち1つないし2つ破壊されることによって、地球寒冷化作戦が失敗します。で、核パルスエンジン3つ残っていたとしても、このムサカが撃沈されてしまうと同じく地球寒冷化作戦を失敗するということになります。今回は、ね、あえて地球寒冷化作戦を失敗させて、完全エンディングを見ていこうという企画になってますので、まあ、本来であればこのムサカはですね、撃沈されて、あえて撃沈されるようにしても OK なんですけども、先ほど来お話している通り核パルスエンジン3つのうち1つも破壊させてますので、まあ、このムサカはもはやどうでもいい存在になっています。では最後にね、このラーカイラも撃沈していきましょう。ここにはブライトが載ってますね。さあ、いよいよアムロがね、合流するという一番見たかったイベントがこれから生で見れるんじゃないかと期待してますが、YouTube とかもね、ちょっとあんまり他の方の、まあ、見る時間もなかったりして見れてなくて、本当にアムロが合流するっていうそのイベント自体初見、初めて見るのでちょっと楽しみですね。ブライト撃沈。ロンドベル隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。了解した。動ける者はアクシズの投下完了まで周辺空域の警戒に当たれ、損傷機は直ちに帰還せよ。以上だ。アクシズ、地球へ落下します。どうだ。地上の拠点に深刻なダメージを与えることに成功しました。しかし
地球を寒冷化するには至っていません。作戦は失敗です。完全な作戦にならんとは。残存部隊に撤退信号を出せ。スイートウォーターへ帰還する。ロンドベル隊の決死の抵抗にあい、地球寒冷化は惜しくも達成されなかった。だがシャアの采配の甲斐もあり、ネオジオンは戦いを継続するだけの余力を残すことに成功する。立て直しのためスイートウォーターへ帰還の途につくネオジオン艦隊。シャアの地球人類粛清計画はまだ終わってはいなかったのである。作戦部より報告いたします。ロンドベル隊の抵抗によりアクシズ落とし作戦は失敗し、地球寒冷化を達成することは叶いませんでした。私の目的は父の理想を実現し、人類全体にニュータイプへの覚醒を促すことだ。それには地上の人間たちを一掃する必要があった。だがそのための直接的な手段が失われた。総帥、それでは。アンズグナ、地上の人間たち全員を手にかける必要がなくなったというだけの話だ。宇宙への人類進出とその革新を妨げる者たちは未だ存在し続けている。ならば私は父とそして私自身の宿案達成のため彼らを打倒してみせよう。総帥、連邦軍が艦隊の大部分を地球上空の守備に割いたため、連邦の各宇宙基地の守備が手薄になっています。今ならば宇宙への進攻が可能です。宇宙進攻作戦を提案します。総帥、諜報部よりアムロレイに関する調査報告が届いています。報告によるとアクシズ戦以降アムロレイが連邦軍に帰還したとの記録は残っておらず、未だその消息は不明です。ただアクシズが大気圏内に突入する直前、ニューガンダムと思わしき機体が現場より離脱したとの報告も一部パイロットから寄せられており、生存している可能性は非常に高いということです。奴が朽ち果てるところを直接この目で確認しない限り安心はできないということだ。了解だ。報告ご苦労。はい。やはりお前とは直接決着をつけねばならんようだ、アムロ。総帥、地球圏には我が軍に属していないニュータイプがおります。総帥が直接語りかけることでそのお考えに賛同し、我が軍に協力を申し出てくる者も現れるかもしれません。ニュータイプへ向け呼びかけをされてはいかがでしょうか。はい、ここですね。ここでニュータイプへの呼びかけ、イエスを選択することによってアムロが仲間になってくれるはずです。ここまで積み重ねてきたイベント、そしてステップが正しかったと信じましょう。ではイエスです。ああ、優れた力を持つ彼らならきっと分かってくれるはずだ。試してみる価値はあるな。聞こえるかアムロレイ、聞こえるか連邦のニュータイプたちよ。我々ニュータイプ同士が戦っていては永遠に平和が訪れることはない。君にならわかるはずだ。我々に協力してほしい。総帥、アムロレイから通信です。回線を回します。今さらどういうつもりだ。何を企んでいる。人は変わっていける。そう言ったのは君だったかアムロ。ならばわかるはずだ。今こそが人類変革の時だ。そして全ての人類は地球を飛び立たねばならん。さもなくば地球はそこに居座り続ける者たちの重みで押しつぶされてしまう。同志になれアムロ。わかった。だがその行動が私欲に駆られたものなら俺は躊躇なく貴様を撃つ。肝に銘じておけ。好きにしたまえ。はい、アムロレイ加入ですね。ようやくここまでたどり着
聞きました。実はその国際世論を高めるのが結構面倒で、コツコツ国際世論の、支持を受けるように外交工作を行ってきた甲斐もあり、また各ステップを、確実に確認しながら実行したことでアムロレイの加入を果たすことができました。ただこの後ですね、国際世論が75を下回るとアムロレイが離脱してしまうので、そうならないように引き続き外交政策によるですね、国際世論の維持、これは行っていきたいと思います。諜報部より報告いたします。ハマーン紛争後に地球を発った木星船団が間もなく帰還するとの情報を入手しました。この船団にはかつてハマーンと戦ったニュータイプの青年いや、も柔載道籍のしことていかます。と。彼らの柔道本は能ね、力にダブルゼータ50ガンダムの最後戦で木星に旅立ちましたよ報告しまね。す。軍需産業から軍事技術の提供が打診されました。モビル世論スーのツは評ニ価ューがタイプ良い専ん用だ機が増えてきている割に、パイロットにニュータイプが少ないというのが現状の、ネオジオン軍の陣容になっているので、柔道が参加してくれたら、それこそね、ニュータイプ専用機を用意して、戦ってもらえるかなとは思いますね。報告します。支持率向上に伴い、支配地域からの収入及び生産が大きく向上しています。はい、というわけで今回ね、目標にしていたアムロレイの参加、これをね、果たすことができました。次回以降はですね、宇宙侵攻作戦が提案されていますので、まず宇宙を周囲に収めるという作戦行動を行っていきたいと思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回、この続きをまたプレイしていきます。